リサイクリエーション。我々の生活の中で使われているプラスチック。捨てられた後、リサイクルされず、資源として有効活用されていないケースもあります。一部は海洋ゴミなど世界的な問題に発展。こういった事態を解決するため、たくさんの人や企業がアクションを起こしています。使ったら捨てる、この当たり前を変えたい。私たち花王、ライオンは共に手を組み、イトーヨーカドー曳舟店と協力し、リサイクリエーションの実証実験を始めます。リサイクリエーションとは、回収プラスチックを新しい素材やより良い商品に変換して価値を高める方法。皆様に回収プラスチックは資源ということを体感してもらう。それが私たちの最初の目標です。例えば、使用済み詰め替えパックから再生した素材で 3D ペンを走らせて、サスティナブルな未来に思いを馳せながら街を描いてみる。リサイクリエーションは回収プラスチックを資源に変えることで、より明るい未来の創造を目指していきます。集めた数だけもっと未来が良くなる。そんなリサイクルが普及した循環型社会を実現するために、使ったら捨てる、この当たり前を変えたい。リサイクリエーション。